ちはか、こんばんは、やっほーここです。今日はなんと通販でまたまた海水魚とサンゴを買っちゃった。第2弾、前々回の動画で初めて通販でサンゴを買ってみたっていう動画を出しました。アクアギフトさんというお店なんですけど、とっても状態よくって、今もね、その時に買ったピンクのハイマツもうポリプがモサモサしております。なので今日もね、そんなアクアギフトさんで今回は海水魚5匹と緑石、まあ、石系サンゴですね、を購入してみました。まんじゅう石餅っていうお魚です。海水やられてない方でも分かるかもしれないんですけど、とっても見た目がカラフルで可愛いです。ちっちゃいで、水族館でも見たことあるかもしれません。はい、よければ最後まで見ていてください。はい、それでは開けていきたいと思います。すっごい楽しみです。いきます。パカッ、あったかい、あったかいです。今回も、あ、かわいい、5匹無事です。かわいい、見えますか？ちょっと大きめかな、少し気持ち大きめのまんじゅう石餅5匹です。それと隣が緑石で、なんで5匹買ったのかっていうと、私の水槽見ての通り泳ぎ回る魚がいないんですよね。いてもニセモチノウオのタコちゃんくらい、あとは隠れクマノミのチビちゃんもサンゴに入っちゃうし、あと八重山だってピンクのワカメに入ってるか地面にいるだけだし、あとは本当に銀河ハゼくんとかジョーも穴掘って住んでるから、まあサンゴ水槽なんですけど、ちょっと寂しいかななんて考えてまして、今回5匹まんじゅう石餅を購入したというわけであります。まんじゅう石餅は群れてなんぼと思っておりますので、3匹と迷いましたが5匹に決めました。水族館とかで見かけたことがあるかもしれないんですけど、もう見た目が可愛いですよね。なんかのり巻きみたいで。はい、そしてまたまた石系サンゴ緑石をね買ってしまいました。最近はもうもっぱら緑石ですね。で、今温度合わせをしております。はい、今から水合わせをしていくんですけど、私の海水魚の水合わせはもうかなりズボラです。って思う方がいらっしゃるかと思うんですけど、点滴とかしなくてコップでちょろちょろっとやっていくくらいです。私は金魚とか熱帯魚を飼ってるんですけど、そっちの方が、水替えはもうかなり慎重になってやっております。海水魚の方は水温だけ合わせて、まあ、そこまで水合わせはあまり気にしたことがないです。あ、でも海水やり始めの頃は結構慎重に水合わせしてたかもしれない。水が安定してなかったのもあるし不安だったので。でも今はもう 4,5 年目になるので、だいぶ水も安定してるかと思うので、なのでそこまで水合わせは慎重にはしていません。はい、今回買った緑石なんですけど、そういえば私の水槽って緑系の緑石がなかったなと思って買ってみました。で、先に今まんじゅう石餅の方は水合わせしているので、先に緑石を入れてみました。生姜サンゴの上に置きました。こんな感じになってます。ちょっと黄緑っぽい色です。そして八重山さんはというと、
あーもう気持ちよさそうですね。この水槽にまんじゅう石餅5匹を入れてみたら、果たしてどんな水槽になるのか。それではね、今からまんじゅう石餅たちを水槽に移していこうと思います。皆さんは魚を移すときは網を使ってますか？私は大体手でやります。手の方がなんか網よりも傷つかなそうなので手を使っています。まんじゅう石餅はもうすごいおとなしい魚なので、こんな風に簡単にね、手ですくうことができます。今から移します。そーっとそーっとです。行きましたね。どうでしょう、綺麗。さあどんどん行きます。うわーいいですね、この感じです。この感じ、もう5匹こう固まってね、一緒にいてね、もう一緒に群れている感じが、この感じが欲しかったんですよ。いやーいいです。ちょっと興奮気味になってしまいましたけど、まんじゅう石餅って原石雷化みたいですね。この可愛い見た目と、あと小ささ、それとあと丈夫な魚なので、これは多分初心者の方なんかとても飼いやすいのかななんて思います。性格がすごくおとなしい子なので、混泳させたい時は荒っぽい子がいないような水槽だといいかな。まんじゅう石餅って動かない魚で有名じゃないですか。やっぱり動かないですね。なんだろう、クレヨンしんちゃんで言うと坊ちゃんみたいな存在。そしてやっぱりね、のり巻きにしか見えない。のり巻きが5個、のり巻きが5匹。まあそんなことはね、どうでもいいんですけどね。まあとにかく良かったです。意外と存在感のあるお魚です。皆さんにおすすめしたいです。はい、水槽遠目から見てみるとこんな感じになります。やっぱりうちは隠れちゃう魚たちが多いので、前面に泳いでくれる子がいるとすごく絵になります。本当かっけよかったなと思いました。60センチワイドなので、これ以上魚を増やすのはやめたいと思います。はい、こちらは餌やり風景でございます。引っ越してきたばっかりなのにバクバク食べております。でもやっぱり動かない魚なので、餌やりの時はスポイトなんかでまんじゅう石餅たちの周りに与えてあげるといいかななんて思います。もし水族館とか行く機会がありましたら、ぜひねまんじゅう石餅チェックしてみてください。多分動かないと思います。あと八重山さんもねチェックしてみてください。さんも見てくれてありがとうございました。コメントやいいね待ってます。またツイッターやインスタグラムもやっております。ぜひチェックしてね。